い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでジムに挑みに、おおい、こっちだぞ、ほいほい、お、アイナじゃん。さすがダンデ君とパートナーのリザードン、ダイマックスポケモンも一瞬で沈めたそうね。俺は無敵のチャンピオンだ。それより何が起きたんだ。赤い光が溢れてパワースポット以外でポケモンがダイマックスしちゃったんだよ。なんで。わからない、何が起きているのか。もしかしたらまた赤い光が溢れ出すかわからないんだよ。パワースポットが増えたってことじゃない、普通に。お、それを予測するのも優れた研究家ですよ。おばあ様、久々や、マグノリア博士。委員長に呼び出されてね、ダイマックスとの因果関係をあれこれ聞かれたのですよ。何か判明したことは。さあ、委員長はエネルギーは大事だからと秘書に任せっきりでしてね。データが足りないんですよ。だからソニア、あなたも調べなさい。だってブラックナイトのこと誰よりも調べているんでしょ。赤い光が最悪かもってことなあ、俺たちにもできることあるかな。あるよ、きっと。手伝うの。サンキュー、君らの気持ちをありがたく受け取るぜ。だが俺の願いは最高の決勝戦なんだ。俺が未来を守るから、ジムチャレンジを勝ち上がってくれ。分かった、なんたって兄貴は無敵のチャンピオンだもんな。おばあ様、気になることがあります。手伝ってくれますよね。もちろんですとも。お、逆に助手をやらせる感じ。じゃあな、君たち、チャンピオンカップで会うためジムチャレンジクリアしろよ。頑張ります。俺もやれることをやる。ネズさんに勝ってみせる。あ、まだ行ってないんや、そっち。アイナ、お前はナックルスタジアムだろ。キバナさんはガチで強いぞ。頑張るよ。そして誰もいなくなった。なるほど、ちょっと遅れとんやね、ホップは。しゃあ、挑んでいくか。おーい、最後のジムだぞ。頑張ります、応援してて。よしよし、向かうしかやね。この人たちは話すことは変わってないんかな。天候を変えられても大丈夫なポケモン、それともこちら側後から天候を変えてしまうか。草タイプは天候の変化に割と左右されちゃうからね。なんでそんなに天候のことみんな気にしとん。そっか、もうくれないんだね、レベルボールをもらったから。アイナ、頑張れよ。おお、もうみんな名前を覚えてくれてるのね。キバナさん強すぎ、勝てる人いるのかな。私、俺は鋼タイプの使い手、砂嵐もへっちゃらなんだが、キバナさんに勝てないままだよ。砂嵐を使ってくるってこと、キバナが。地下プラントへのエレベーターは関係者以外乗れませんよ。やっぱり相変わらず。あ、びっくりした、ポケモンおったんや。見えんかった。いよいよ最後のジムだね、頑張ってアイナ選手。頑張ります。いよ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 、キバナさんの試合だ。子供たちはキバナの味方のようです、ね、長かったジムチャレンジもいよいよ終わりが近いようだな。ドラゴン使いキバナが率いるナックルジムに挑むのか。もちろん。ならまず更衣室にてユニフォームに着替えるんだな。着替えてきます。よっしゃ、挑むぞ。ユニフォーム姿はこれまで勝利してきた証したものな。気合が伝わってくるぞ。ではジムトレーナーたちがスタジアムではなく宝物庫で待っている。宝物庫、宝物庫で暴れていいんでしょうか。そっちに行くの。こっちはリーダーだけってことかな。おお、いたいた。あれ、リーダーもここにおるけど。いますね。残っているジムチャレンジャーは、ほう、10人もいないのかよ。さて、アイナ、キバナ様のジムミッション説明させていただこう。ルールはシンプル、俺が鍛えたジムトレーナー3人にダブルバトルで勝つだけ。ほら、ジムチャレンジってめちゃくちゃ厳しいだろ。当然勝ち残るジムチャレンジャーも少ないんだよ。だからこそ勝ち残ったお前のポケモンたちが繰り出すすげえコンビネーションたっぷり見せてもらいたいのよ。普通に戦いってことか。前置きが長くなった。さあ、まずは1人目だぜ。カモン、リョータ。この2人だけ戦うのは。さっき3人って言ってましたよ。呼ばれました、リョータです。キバナ様に教わったのは2つ、ドラゴンの強さと、それを生かすため戦いの場を自分に有利にすること。やっぱこれ天候左右するってことなんや。
よし頑張ろう、ダブルバトルって言ったよね。ジムトレーナーの涼太が勝負を仕掛けてきた。二人ともちょっとインテリっぽくない？女の人の方も。アユナと逆のタイプですね。クリッパーとヌルタイル、トリトドンにちょっと似とるね。似てないか。雨が降り始めた。ちょっと待って、これはどうなんだ。当て身投げ、微妙やね。ヌメイルって何タイプ？フェアリー？いや、ドラゴンなんかね。お、原子の力が効果抜群や。頑張れ頑張れ、二人ともドラゴンってことか。やっぱりそんな可愛い感じなのに。いや、でも全然耐えられるから。原子の力いけー。あー、一発では仕留めれんかったか、クソ。お、そっちは一発いいね。ダブルバトル2匹2匹ってこと持っとるの。お、エースバーンレベル52。困った時のエースバーンとりあえず入れとんよね。山嵐、そして原子の力。あそこ地面タイプも入ってるけんな。ちょっと大丈夫か。山嵐、お、やったね。急所に当たった。じゃあ、あと1人か。違います。頑張っていくぜ。ダブルは考えることが多くて楽しく難しい。まあね、確かにいろいろと考えんとはいかん気がする。あ、増えてる1人。さすがここまで勝ち残ったポケモントレーナーです。ありがとう、褒めてくれたよ。じゃあ、あとこの2人か。次は2人目。カモンレナ、頑張ろう。ほら、インテリっぽい。なになになに、あー、なんだ、話しかけんといかんのや、自分から。ダブルバトルでは相手のポケモンがどのような役割か見極めるのが大事になります。頑張っていこう。じゃあ一応ちゃんとあれなんや、間に回復とかはできるよって感じかな。自由に動けるってことは。分かっているなら回復してあげてください。球根とバクガメス、これはもう球根には普通に濁流とかで行けばいい感じやねん。向こうもちょっと岩っぽくない？まあ岩ドラゴンとかそういう感じかな。バカ力ちょっと使ってみたいんよね。バクガメスに行こう。よし、濁流で。炎っぽくもあるのが炎か。トラップシェル、なんか攻撃したらこっちもダメージ与えられるっぽい感じ。やめてよ、バカ力初めて使う。おお、でも次の濁流で多分いけるよ、バクガメス。おーっと、なるほど、溜めて攻撃してくる感じ。当たらない、マジで。当たれよ。ちょっとポケモン変えていこうかな。やられたくはないんよね。でもな、このまま行くか。行かないでください。リベンジ、球根の方にリベンジでいいや。で、水の波動、あ、いや、濁流で両方行こっか。バクガメスどうせもうあと一発でやっつけれるやろ。で、一旦それが、あー、こっちにこらえてください。あー、耐えてほしかった。回復してあげてほしかった。濁流でバクガメスの方をやっつけたかったのに。リベンジ、くっそー。ということは、ホエル子ね、水タイプのくせに水タイプの技覚えてないんよね。忘れさせたのはあなたです。エースバーンで行くか、効果あり。よし、さあ、じゃあこれで、まあ今一つでも大、あ、でも炎タイプ、あ、まあ大丈夫か。大丈夫か、あと一発でやっつけれるよね、多分。あれ、さっきもトラップ処理しか寄らんかった。もう使って終わったんかな。おっ、処理。とりあえず合間で、合間でトリトドン回復させとこう。ぜひそうしてあげてください。耐えれよ、赤投げ、当て身投げ。オッケーオッケー。お、
お、鬼氷レベル45。天気は気まぐれ、勝ち負けはもっと気まぐれ。なんか天候左右した。おお、びっくりした。あれ、ホエルコレベル上がった。おや、ホエルコの様子が。それと同時に水タイプの技も覚えてくれたら嬉しいけど。ホエル王、おめでとう。ホエルコはホエル王に進化した。ホエル王のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ホエル王ウキクジラポケモン。大きな体を波の上でジャンプさせ衝撃を生み出し相手を気絶させることがある。まあね、のしかかりとかあるし。素晴らしい。さすがは7つのジムバッジを持つトレーナーです。ありがとう、褒めてくれた。最後の3人目だ。カモン、ひとみ。よし、ここでちょっと。トリトドンとりあえず回復したいんで、元気のかけら。まあ、半分攻撃じゃない。回復すればいいや。よし、これで。ダブルバトル。2匹の強さで押し切るか、1匹はサポートに回すか。あなたはどう戦います？両方のご利用しでいきます。ジムトレーナーの瞳が勝負を仕掛けてきた。雪の王、ジャラン、お、ドラゴンと氷。お、天候変わったよ。ってことはやっぱりさっきの人も天候変えとったんかな。よくわからねえ。当て身投げ。両方初めてのポケモンやけんな、ここ。氷には炎じゃないかってことで、エースバーンでいこう。とりあえずトリトドン一旦引っ込めといて、エースバーンでいきます。もうね、赤投げはゴリ押しで言ってくれて。ゴリ押しコンビですね。格闘。ドラゴンだけかな、このタイプは。よし、大丈夫大丈夫。当て身投げ。あー、一発ではいかんかったか、クソ。あ、耐えてね、ちゃんと。回復してあげてね、ちゃんと。山嵐。そして火炎ボールで。火炎ボール、いけ、ゴー。おー、一発、いいよいいよ、効果抜群。お、赤投げレベル56、トリトドンレベル45。山嵐、はい、オッケー。ここでリーダーも戦うんかな。リーダーはあっちに移動するんかな、やっぱり。イエーイ、勝利。トレーナーとポケモンの助け合い、さらなる力を発揮しろよ。なぜ急に上から、そして男みたいな喋り方。お見事です。あなたのような強いトレーナーと戦えて、誇りに思います。ありがとう。さすがだな、アイナ。ジムミッションクリアだ。さあ、ジムスタジアムに行こうか。キバナ様が、キバナ様が相手をしてるぜ。おー、もう、瞬時に移動させられた。ここでの回復は、あ、でも一応あそこで回復はできたんか。さあ、頑張っていくぜ。さてさて、ようやく戦えるジムチャレンジャーがお前とはな。さすがはダンデの見込んだポケモントレーナーということか。ダンデに勝つ。それがどれだけ厳しいか。あいつのライバルであるキバナが叩き込むとするか。ジムリーダーキバナは天候を操るだけでなく、2対2の戦いを望む。そう、あらゆる状況に対応できるか見定める。ここでも2対2なの、マジか。でも巨大化するのは1匹だけよね。ジムリーダーのキバナが勝負を仕掛けてきた。ふー、来たよキバナ。ギガイアスとフライグ、もうなんかいきなり強そうなんですけど。初っぱなから強そうなんですけど。砂起こし、これか、みんなが言っていたのは。吹けよ風、呼べよ砂嵐。なんでロトムがふわふわ漂ってるのかはちょっとよくわからないけれど。どうしよう。普通に
通に回復してあげてください。汗みなげとかでいきます。回復してあげてください。トリトドン、あーちょっと待って、水の波動、濁流、濁流、片方ギガイアスって多分炎とか地面とかじゃないと違う。いやそれはドラゴンタイプもあるのかもしれんけど、頑張ってくれ濁流いけ。なんかトリトドの濁流結構当たらんこと多いんよね。いやそっちにしか当たらんかったんか。当てて欲しかった方と違うんやけど違うんやけど。当てみなげ、おー一発ではいかない。これは回復していこっか。すごい傷薬、赤投げにで、トリトドン濁流でいいかな、このまんま。赤投げお亡くなりになられたらちょっと困るんで。何ワイドブレイカーって電気系の技じゃないよね。よし、いけいけ濁流。あ、次はこっちに当たるの。オッケー、効果抜群やけど半分しか効かんかった。あ、でも効果抜群ならちょっと頑張っていただきたいよね。このまんまとりあえずそのまま当てみ投げでフライゴンいって、どうやろう。濁流こっちが先に攻撃になるかな。あーダメや、お当たらんかった、よかった。ふう、両方ともギリギリで耐えていく感じ。当たれ、両方に当たった、よかった。おっしゃー、2匹とも。オッケーオッケー、2匹いっぺんに撃破。あと何匹。おトリトドンレベル46、新しく雨乞い。いやーいいかな、別に。あーでもちょっと、大丈夫。ペロッパフレベル53。いやもう当てる相手いないから今当てる相手今いないから。ジュラルドン、何タイプだ。まあドラゴンなんやろうけど、でも両方ちょっと砂、地面とか岩とかそういう感じっぽくない。そんなことないかな。効果あり、よくわからん感じやね。トリトドンはまあ効果抜群。あ、鬼氷、鬼氷行こう。でちょっともう片方トリトドン、ちょっとすごい傷薬で回復しといた方がいいね。効果抜群やし、ちょこの2匹で頑張ってもらおう。それはサダイジャに対してってことよね。もう一匹の方見たことないもん今まで。よし頑張っていくぜ。あれ狂えよ、俺のパートナースタジアムごとヤスを吹き飛ばす。やめてください。あ、マジか。ってことはこっちもダイマックスしよう。どうやらダイマックスの存在を忘れていましたね。なんかビルみたいになった。ビルみたいになったんやけど、確実にあれ窓ガラスとかあるよね。人も住んでるかもしれませんね。やっぱ片方だけか。片方だけってことは、あ怖い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 。あー鬼氷、耐えた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 。えこれはもうあのレベルの高いトリトドンの方をダイマックスさせるべきやと私は思う。耐えてね。よし、オッケー。全然大丈夫よ。鬼氷、砂嵐でやられたんやけど、マジか。一回も攻撃することなく。つらい。つらい。誰で行こう。あ、ペロッパフの草タイプ。なるほど。でもこれで、どっちが巨大化するべきなん？レベル的にはペロッパフの方が上なんやけど。レベル的にプロッパフの方が上。あーこれちょっとすごい迷うね。
え、めっちゃ迷うね。ペロッパフ、ダイマックス行く？ダイマックス行って大草原。こっちに対してか。どうなんやろう。ジュラルドンには。え、でもジュラルドン、ドラゴンやとしたらフェアリーが効くんかな。え、わからん、もう。ドレインキッスで行くわ。頑張っても、頑張るしかないし。で、濁流。あ、こっち濁流で行けばいいんか。濁流の好きなユナであった。ダイマックスもう一匹できんやろ、これ。え、両方いけるの、これ、もしかして。そういうことではない？わからん。わからん。でも、向こう片方しかしてないもん、ダイマックス。でも、選べたよ。選べたけど、できないとかになるのかな。あれ、トリトドの方がなった。ペロッパフは。ペロッパフは結局ダメやったってこと？あ、クソ。クソ、ペロッパフの方に使うべきやったかもしれない。これは。お、一発でやられた。フェアリーやけん。鋼技か。ダイマックスするのトリトドンでよかったかもしれん、やっぱり。アユナは優柔不断である。大ストリーム。え、一発ではいけないの？え、この大きさの差で効果抜群いったのにダメなの？一発じゃ。マジで？もう一度吹けよ風、呼べよ砂嵐。やめてよ。え、誰が出ればいい？もう困った時のエースバーン。困った時のエースバーンですか、そこ。おう、名前自体が困った時のエースバーンのようである。いや、え、だいぶ削られるんですけど。やばいね。火炎ボール、ジュラルドン、効果抜群、サダイジャ。でっかい方でちっちゃい方を攻撃するっていう。え、これで岩タイプ込み。うわー、やば。え、エースバーンがやられたんですけど、やばくないですか。え、だってレベルさ、こっちの方が上じゃなかった？え、きつ。待って待って、とりあえず一匹潰そう。潰せるよね。よし、とりあえず一匹いった。ふう、サダイジャは潰した。さあ、あとはそっちのでかいやつや。え、君やっつけたよね。やっつけたよね。何残ってんの？超える王レベル45。え、ちょ待って、赤投げに無理をさせすぎです。え、これさ、あれは何、やられるんじゃない、砂嵐で。あ、いや、ちょっと耐えてくれとる。あ、戻った。こっちはまだ1回いける。いや、でも回復をするべきだと思うんだ、これは。元気の塊とりあえず誰かに使っとこうや。赤投げがやられてもね。鬼氷、ペロッパフ、エースバーン。エースバーン回復しとくからの、何が効くの？大ロック。わからん。わからん。よし、エースバーン復活やね、これで。あー、そっちに来たか。まあ、でも。大ロック。どうや。あ、でも結構まだ残っとるね。エースバーン行く。これでまた岩系の技できてやられたりとかしたらなんかな。縮むやろ、トリトドン、これで。はい、縮んだ。はい、縮んだ。もう一回誰か復活させよう。誰復活させる？赤投げ。からの水の波動。
どうやる岩系なのかな。あー、やっぱ一発でやられるんやけど、やば、こいつ怖。あなたの作戦力のなさの方が怖いです。でも多分あと一発でやっつけれる。これは天候のせいなんかな。赤投げ、一応控えにホエル王おるけど絶対役に立たんもん。え、てか相手これ最後の一匹でもサダイじゃないとも出してこんってことは最後の一匹やね。当てみ投げで頑張って。こっちはもう原始の力。いやでも岩なんかな、わからん、もうタイプがわからんタイプがわからん。だって多分鋼にフェアリー効くけど、あ、違う違う、ドラゴンにフェアリーが効くけど、あ、トリトドンが、でも向こう鋼タイプの技を使ってくるけん、あ、格闘が効果抜群な、マジで。そういう感じ。赤投げレベル57。うわー、なんとか勝利を、ギリギリの。俺様、負けても様になるよな。記念に自撮りをしておくか。なんかロトもすごいなんか、困った顔しとったけど。めっちゃ笑顔やね。激しい戦いを終えて、今は晴れ渡った空のように、速やかな気持ちなんだよな。なんて言えるか。ダンデのライバル？チャンピオンでないのに俺とポケモンはうぬぼれていたようだ。くれてやろう、勝利の証。ドラゴンバッジよな。うわ、身長差すげえ。めっちゃ背高いやん。やったー、これで最後の。おー、最後のはしっかりドラゴンってわかるね。あらゆるレベルのポケモンを捕まえられるようになった。おー。ガラル地方すべてのジムバッジを揃えたな。チャンピオンダンデに挑むためトーナメントに勝ち上がるんだ。いや、勝たねばならない。そう、俺たちのリベンジのためにもな。まだトーナメントがあるの？これからチャンピオンではなく。どうも。すべてのジムバッジを集め、いよいよチャンピオンカップだな。君たちの活躍が楽しみだ。はいな。お、まだ何か。足止めをしてすまない。忘れていたことがあるんだ。まずは尊敬の証、技マシン99、ワイドブレーカーだ。ああ、なるほど、技マシンありがとう。ワイドブレーカー、強靭な尻尾を激しく振り払って相手を攻撃する。相手の攻撃を下げる。続いて強者の証、ドラゴンタイプのユニフォームだ。お、アイナはドラゴンセットを手に入れた。背番号7番、アイナ、ジムチャレンジ突破おめでとう。次はチャンピオンカップでお前の強さを示すんだ。キバナさん、あなたの強さ俺に示してもらうぞ。大丈夫かホップ来やがったな、ダンデの弟よ。お前にはジムチャレンジを諦めたくなるほどの厳しさで戦いを教えてやるからよ。あれこれ試して戦い方を決めた俺はむっちゃ強いぞ。キバナさんやアイナはもちろん兄貴にだって勝つ。じゃあな、アイナ、また思いっきり戦おうぜ。なんならワイルドエリアで徹底的に鍛えておけよな。そのつもりです。モニターで見てた、ベリー最高だった。ベリー最高。いよいよトーナメント、勝ってね、アイナ選手。やっぱトーナメントというのがあるんやな。ナイスファイト、いい試合だった。めっちゃ褒めてくれる。天候の効果を長続きさせる道具か、そんなのがあるの。キバナさんのジュラルドンも鋼タイプ。何が違う。まあ確かに、キバナさんに勝った。ダンデさんと同じ。同じというか、私は上に行くよ。エレベーターは使えませんよ。さあ、これからトーナメントらしいね。お、アイナ、キバナさんに見事勝利、ジムチャレンジ突破、心からおめでとうだよ。きちんとお祝いしたいけど、あなたも話を聞いてよ。お、またどこかに連れて行かれるの。私はナックルシティの光。大昔巨大なポケモンが暴れ回り、ガラル地方を滅ぼしかけたとされるブラックナイトと同じですね。そのようです。地上に落ちた願い星から溢れ出るエネルギーを使ってポケモンをダイマックスさせています。ですが私たちはエネルギーを制御する方法は知りません。それこそ二人の英雄とは何なのか分かっていないからです。伝説の剣と盾、愛しいソニア、あなたに白衣を渡しておきます。え、いいの。おばあさま、宿題はまだ終わってないけど。むしろ終わらせるためです。お、新博士。
おお。ソニア博士。おう。照れてる。ブラックナイトからガララ地方を守った二人の英雄。今あなたが口にした伝説の剣と盾についての真実を解き明かしてくださいね。はい。あなたやホップがダンデと戦うのを見たいの。あとはお姉さんに任せて、あなたはシュートシティに行きなよ。ほら、駅から列車に乗って。シュートシティ、行ったことないとこよね。駅は7番道路に近くでしょ。さあ行け、ジムチャレンジャー。若いあなたにできること、大人がするべきこと、みんなの役割があるんですよ。やったな、ドラゴンバッジ。次はシュートシティトーナメントだ。もう頑張ります。スタジアムで見た試合すごかったぞ。いい試合だった。今年のベストバウト。嬉しい、みんなめっちゃ褒めてくれる。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ要はあれか、ジムリーダー全てに勝った剣っていきなりチャンピオンじゃなくって、チャンピオンロードを行くみたいな感じ、トーナメント。まあそうよね。そういう感じになるのか。じゃあこれからとりあえずレベルをまた上げていってトーナメントに挑んでいくって感じになるかな。